はい、今回は、NHK 杯の、2回戦から、山田公夫九段対、井山裕太、NHK 杯の碁を紹介したいと思います。はい、じゃあそれではよろしくお願いします。はい、山田公夫九段の先番ですね。まあ、この両者はね、同じ関西総本部、出身ということでね。はい。まあ、ここまでね、まあ多い形ですよね。はい。まあ、黒はここでね、ツケ二段でね、こうさばいていく打ち方もありますね。下がりのこの場合はカケツギでしょうかね。はい、こうやって打つのも、辛い進行だと思いますね。はい、実戦は詰めて、戦いに行きました。はい、でコスミでね、本格的に守りましたね。この手では、まあ、除いて、まあ、このような感じで、こちらに先行するとか、まあ、こうとかですかね。はい、こちらに打つような打ち方もあります。ここ1でね、間に合わせて。まあ、そうするとこんな感じですね。まあ、実戦はここに力を貯めて、まあ、その瞬間覗きですね。で、単につなぎましたね。まあ、つけて、整形するような打ち方も考えられるでしょうかね。まあ、これでしたらね、まあ、注文はこういうような感じに決まれば、まあ、一応成功かなとは思うんですけどね。まあ、何か反発嫌ったかもしれませんね。まあ、例えばこうぶつかったり、こういう進行がどうなるかとかはちょっと考えますよね。まあ、もし押さえると、切りが入ってね、こう切りがあるんですけど、ただこう出られてしまうような意味もあって、ちょっとこれは難しいですね。もし押さえると、ちょっと、まあこれはつなぎも効いてるんでね、切りと。ちょっと無理なんですけど。まあ、今回は単につなぎましたね。まあ、他にもね、いろいろ反発する手が、ぶつかりも読まないといけませんしね、ちょっといろいろ複雑な進行ではありますね。で、こうやって、コスミで守りましたね。で、ぶつかっていって、この手でこう打てば、硬いんですけど、これだと、まあ、こうなりますね。ただ、まあ、こういうのは、まあ、井山さんの好みではないですからね。こういうのはあんまり好きじゃないと思いますんで。こちらから打って、切りですね。まあ、これを重くしてね、つなぐという。これを単につなぐと、今度は、まあ、これでも伸びてくるかもしれませんし、このように捨てられる意味も可能性もあるので、このようにね、どんどんこのように打たれる意味もあるので、重くして打とうということですね。で、これで真正面から戦っていって、で、ここで下がりですね。この手をね、悪手にしようという手で。まあ、伸びて打てば普通でしょうかね。まあ、これはこうやって耐えておいて、まあ、こういう進行もね、別に、まあ、あったのかなとは思います。こんな感じで打っといても。こちらの方がね、普通かなとは思うんですけど。まあ、どちらかというとね、黒の形の方が、綺麗ですので、こう突き抜いた形がね、今ここに打ったと思えばすごい
ところですからね。はい、どちらかといえば黒を持ちたい気がしますね。で、割り込んでって、結構割り込みもね、割り込、あの、あ、飛びもね、割り込まれると傷が2つできてしまうので。ここで押さえとか決めないのがね、厳しい発想ですよね。まあ、覗かれる心配もあってかもしれませんが、単にこう受けさせたくないってことなんでしょうね。はっきり生かしてしまうのでね。はい。まだこちらからね、引っ張り出す意味もあって、はい、単にこう打たれました。ぶつかりを決めて、この抑え込みとかもすごい手ですよね。これはまた切ったりする手もね、どうなんでしょうか。これはどういうことなんでしょうね。まあ、こうやってこう切っていったりするのが本線なんでしょうかね。非常に難しいですね。こうやって、まあ、この押さえが効いてしまうと、これ取られてしまうんで、こうとか。まあ、こういうのがね、なってしまうんで、ちょっと黒も心配ということなんでしょうかね。まあ、他に切ってこうやって、こちら出すと、このような感じでね、これが取られてしまう意味がありますので、まあ、取られるかまだ 難しいですけどね。まあ、切りはちょっとやりすぎということで、このように。これも頑張った手ですね。白はね、こうやってなんか担ぎ出したい気もするんですけどね。これはただ、まあ、白もまあ生きてないので、ちょっと、まあ、とりあえずこちらを先に打たれまして、ここで行きましたね。で、この局面ですね。はい、ここで井山さんの反省がありましたね。これがちょっと、こちらの方がね、いい形だったということですね。確かにこちらの方がこちらに対して影響しそうですし、形もいいかもしれませんね。まあ、それかこう生きとく。こう飛ばれるとまだ目がない意味がありましてね。まあ、抑えぐらいだったかもしれませんね。これで一応、まあ、この石は捨てて打てば、まあ、まだ長期戦だった、ヨセ勝負でしたよね。こう動き出したんで、非常に激しい進行になりまして、まあ、ここでもつなぐぐらいだったかもしれないですよね。まあ、こうでもいいんですけどね。これはまあ、おそらく飛び込みもなくはないですけど、攻め合いになってまた難しいので、こうなってこう押さえていれば、無難だった気がしますけど、まあ、こうやって、まあ、ここね、伸びもちょっと伸びてくるかね、予想してなかったかもしれませんね。もしかしたらこうだったかも。これをね、予想してこう打ったのかもしれませんが、伸びが非常に力強い手でしたね。まあ、直接こうやってやるのは、まあ、こうやって、まあ、攻め合いが勝てないっていうことでしょうね。まあ、こういうのも全てガシガシいきまして、まあ、これもちょっとね、どちらかといえば白の方が心配な姿でしょうね。これはまあこれはまあ、ちょっとまあ、なんとも言えないですかね。ちょっと、これはちょっとあれですか。よく見ると、これ黒の方が取られてしまいます。しまってますね。まあ、ちょっと難しいですけどね。どう打つか。
先にこう目を持ったりするかもしれませんし、この辺りはいろいろ読んでいかないと難しいんですけど、そういうことで、まあ、結構ちょっと白の方がピンチの姿になってきました。はい、ここで切ってね、妥協してしまったんですけど、これが痛恨の一手でしたね。はい、出ておいても、おそらく大丈夫だったようですね。これはこうやってつないで頑張ることができるでしょうね。こちらも、まあ、こうやって、これだとこちらもダメが非常に詰まってましてね。まあ、単純に13、これはこう飛べますよね、全然ね。まあ、仮にこうやっても、これはね、白の方が取られてますんで、全く1で問題なかったですよね。だからこうやったらこう引くぐらいでした。はい、それだとまあ手を入れておいて、これでこのまま全部取れてたんで、こうやったら黒がはっきり優勢だったと思います。はい、実戦はこのように先手でこう決められて、まあ僕もね、見てるときはこれ取っちゃえばね、黒はいいと思ってたんですけど、やっぱりここ先手でこうなって、白も十分これだと、まだまだ難しくしたみたいですね。はい、これで、余勢となりましてね。はい、これも下がりで取りに行くのはこう張ってぶつかりですよね。引くとコスミが先手ですから。で、こうやると、これはなかなかね、目が取れないんですね。まあ、手順が難しいですけど、仮にこうやって、ここがね、これが手順があれですけどね、難しいんですけど、ここの具合が、ありまして、これ、こう渡れてるんですよね。まあ、だから、そう、まあ、手順がこっちの方がいいかな。こうやって打ってた方が、まあこういう感じもありますしね。まあ、こうになっては大変ですし、まあ、こういう狙いがあります。ですからこのように、はい、実戦は生かしましたね。これ単に切ってしまうとこうつけられて取られてしまいますんで、はい、このようになって、はい、ここですよね。はい、まあなので、まあこれ生きる前にね、何か、このぐらいとかはね、最低でも打ってたと思うんですよね。これだけさえ決まっていれば、まあ仮にこの手に対してもこうつけることができましたんで、ちょっとまた違ったんじゃないかなと思います。これ部分的にね、こう一回様子見て、こう三々入られただけでも結構気持ち悪い形なので、これもし押さえるとこうカケツイで、これは手になってしまいますからね。ですから、まあもし形勢ね悪いと思ってたらこういうようなことをやるんですけどね。まあ最低これはこれぐらいは打てたかもしれませんね。で、まあこれ渡りを止めて、この時にそう跳ね出されてしまって、これは結構この稼ぎは大きいですね、やっぱり。これはまあこの程度ですと、まあこれで生きるのでね、そこまでやっぱり得してなかった気がしますね、黒。はい、こうなって、まあここもまあちょっとね、痛いところで、まあ形勢はね、まあいいと思って、まあ取りに行きませんでしたね。まあ取れるかどうかも難しいので、はい、生かして、まあこうね、渡って、白のね、勝ちと決まりましたね。はい、
結果的には最後は、白の7目半勝ちということでね、意外と大差がついてしまいましたね。はい、山田さんにとってはね、ここが決定的なチャンスだったかったと思うんでね、非常に残念な一局でした。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。